かやまさんかわいい。ねえ、ハルト、今日一緒に遊びに行かない？いいね。あ、でも俺今日掃除当番だった。よし、帰ろうっと。あ、かやまさん、どうしたの？かやまさん今日用事ある？私たちレンと遊びたいんだけど、よかったら今日の掃除当番かがってくれないかな？おいおい、それはかやまさんに悪いだろう。ああ、私は暇なので大丈夫です。皆さんで楽しんできてください。ごめんね、ありがとう。かやまさんが用事の時は私たちが代わるから行ってね。ふう、遅くなっちゃった。早くラブの散歩に行かなくちゃ。今日楽しかったな、またな。おう、また明日。あ、向こうから歩いてきてるのかやまさんだ。はぁ、食った食った、腹もいっぱいになったし帰るとするか。あ、今の人こんなに散らかしてる。ゴミはゴミ箱に入れて、トレイはここに返すっと。かやまさん偉いね、手伝うよ。ハルト君ありがとう。あれ、かやまさんメガネ汚れてるよ。あ、さっきのゴミのケチャップついちゃったんだ。ハルト君、教えてくれてありがとう。うっそ、かやまさんメガネ取ったらめちゃくちゃ可愛い。ん、どうかした？いや、なんでもないよ。じゃあメガネも綺麗になったし、私は帰るね。また明日学校でね。かやまさんがあんなに可愛かったなんて知らなかった。それにかやまさんってさっきだってすぐにゴミを片付けてたし、いい子なんだよな。ってあれ？なんで俺かやまさんのことばっか考えてんだ？それになんかドキドキしてきたし、なんだこれ。今日は文化祭のミスコン出場者を決めるわよ。誰か立候補や推薦はないの？はいはい。やっぱり俺らのクラスで言ったら翼が一番でしょ。だよな、みんな。確かにうちらのクラスだと翼が一番だよね。うんうん。絶対翼がいいよ。じゃあみんなの意見が一致してるってことで決まりでいいかしら。はい、僕はかやまさんがいいと思います。え、かやまさん、え、私、ちょっとハルト君、何言ってるの。あ、でも言われてみたらかやまさんメガネ取ったら顔かわいいかも。えい、ほら、やっぱりかわいい。ほんとだ、かやまさんめちゃくちゃかわいいじゃん。かやまさんミスコンでなよ。そうだ、ヘアメイクは私たち3人に任せて。じゃあ今年うちのクラスからの出場者はかやまさんに決定ね。じゃあミスコン楽しみだな。こうなったら優勝目指すわよ。おー、まずは衣装から。ミニドレス、スチュワーデス、水着、どれも可愛いんだけどなんか違うんだよね。どうしようかな。あ、そうだ、あれに気に入れた。次はヘアアレンジをするわよ。せっかくだからこのいつものツインテールはやめてみましょう。綺麗な髪の毛してるわね。でももっと可愛くしちゃいましょう。せっかくのミスコンなんだから可愛いウェーブにするわよ。これでどうかしら。なんだか私じゃないみたい。文化祭が楽しみ。さあさあみんな、ミスコンが始まるわよ。エントリーナンバー1、まずは A 組のアリスちゃん。クールで美人なアリスちゃんに浴衣がとっても似合いますね。エントリーナンバー2は B 組泉ちゃん。大人っぽい顔なのにこのキュートなアイドル衣装がたまりませんね。エントリーナンバー3、最後に出るのはうちのクラスの隠れた美形、 C 組加山里香。いつも静かでおとなしい彼女がプリンセスになって登場です。どうですか皆さん、可愛いでしょ。ここでエントリーした3人が全員で揃いましたが、1位を決めるのは動画を見ているあなた。後で誰が一番いいか聞くから決めておいてくださいね。加山さん可愛い。評価をぜひ。チャンネル登録はここだよ。ここでみんなに質問よ。ミスコンに出てたアリスちゃん、泉ちゃん、リカちゃん、3人の中で一番可愛いと思ったのは誰かな？可愛いと思った人をコメント欄で教えてね。バイバーイ。